ドロシー・マクフィーは命に危険の及ぶ問題を抱えています。動脈が今にも破裂しそうなのです。この手の手術は普通腹部を開いて行います。縦に大きく切開します。レズリーという少女は背骨が大きく変形しています。患者はエホバの証人です。このような大掛かりな手術ではかなりの出血は避けられないでしょう。二人とも手術が必要です。しかし宗教上の信条ゆえに輸血を受け入れません。医学は今日さまざまな理由で輸血を避けようとする患者を守備よく治療できるよう医師たちに代替療法を提供しています。それらの新しい療法はやがて全ての患者に恩恵をもたらすことになるでしょう。21世紀を迎えて社会はますます多様化しています。人々は至る所で異なる言語、習慣、文化、宗教的信条に接しています。そうした相違に配慮を払うことは人間社会のあらゆる階層において課題となっています。医学界ではとりわけ大きな課題です。私たちは多元的な社会に住んでいます。医師としては一定の価値観を持っていても治療する患者は各自の価値観や意見を持っている場合があります。いろいろと異なった文化がありますが、それぞれに独自の考え方があることを医療従事者は理解する必要がありますね。人命の維持だけが医師の務めだとは思いません。医師にとって何よりも重要な務めは患者を尊重することです。以前医師たちはある宗教グループの医療上の必要を尊重するのが必ずしも容易でないと感じていました。そのグループとはエホバの証人です。エホバの証人は輸血を避けるからです。何のためらいもなく決定しました。どんな時でも輸血を受けれないからです。輸血と言われてすぐダメですと言いました。自分の心情にまた神に背くようなことをすれば生きる意味がありません。輸血は受け入れないつもりでした。輸血を避けるという行為は多くの場合一般の人々に正しく理解されてきませんでした。確かに何年か前までは医師たち、特に外科医たちがエホバの証人のことを好ましく思っていなかった時もありました。実際にエホバの証人に会うまでは狂信的な人たちではないかと思っていました。おそらく偏見もあったことでしょう。この宗教グループについては医師も判事も弁護士もほとんど何も知らないということがあったようです。今では多くの人が血液や輸血によって感染しうるさまざまな病気の危険について知っています。しかし率直に言ってエホバの証人が輸血を避ける主な理由は聖書が血は貴重なものであると強調しているからです。これは非常に明確な点で神学上の難題というわけではありません。聖書にはっきりと書かれているんです。血を避けなさい。信者でない人の観点からするとあまり理性的な行為とは映らないようですね。ある人々にとってそれは医学に反しており、ともかく患者を危険にさらすことだと感じられるようです。私たちはもしかしたらエホバの証人は最善の治療を望んでおらず医療そのものに反対しているのではないかという印象を持っていました。もちろん娘には助かってほしいと思いました。だからこそ病院に連れて行ったのです。死にたいなどとは思いませんでした。誰もそうは思わないはずです。
彼らは何も自殺協定を結びに来たのではなく、生きるために良い治療を受けたいと願っているので、協力できると思います。最善の治療を輸血なしで受けたいという願いを理解できるようになりました。エホバの証人だけが特別な部類であるといった認識を除くよう努力すべきだと思います。どの宗教にも何か賛成できない点があるでしょうが、それが問題なのではありません。これは宗教上の規律であって、理屈に合わない頑固さとは違います。宗教上の信条です。それで他の多くの宗教に対してするように、この信仰も尊重すべきだと思います。一般原則として、すべての患者には担当医との十分な包み隠しのない率直な話し合いの後に、ある治療を受け入れるか拒むかを決定する権利があります。患者の権利の基本は自己決定権だと思います。どの患者にも自分の体がどう扱われるかを決定する権利があるのです。患者に権利があるとはいえ、命を救うとされる医療措置を受けないのは不合理だと考える人もいます。ある治療を拒むことと自殺を結びつけるのは正しくありません。自殺は命を絶つことを意図的に選ぶ行為です。患者の判断能力が問われるのは当然としても、輸血を拒むこと自体は判断能力の不足を示すものではありません。ある治療を拒否することが無責任だとか不合理だとは思いません。患者がある種の錠剤や液体、あるいは溶液を受け入れないとしても、それはその人の決定です。人工呼吸器はいらない、気管チューブは望まないという患者もいます。悪性疾患やがんを患う人にとって、ある種の治療を拒否するのはよくあることです。化学療法はしたくない、根治手術は嫌だといった具合です。それである治療を患者が拒むとき、侮辱されたとは思わず、それに対処することにしています。こうした事実は、輸血拒否が原因で死亡したかのようなニュース報道によって覆い隠されています。輸血を拒否して死んだというのは非常に曖昧で誤解を招きます。あまりにも単純化しすぎていますね。患者が輸血を拒んで、それが原因で亡くなるというのは、あるとしても極めて稀なケースです。人が死ぬ原因というのは、病気とか外傷によるダメージとか手術の合併症などです。これまでに200人以上のエホバの証人を治療しましたが、輸血できなくて死んだ患者は一人もいません。では失血がひどい場合の標準的措置として、いまだに輸血が施されているのはなぜでしょうか。医師たちは、血が命の贈り物で、患者にとってとにかく良いものだと教育されているからだと思います。輸血を拒否する人がいると、多くの医師は苛立ったり困惑したりします。輸血ができないと患者の福祉が損なわれるのではないかと心配するのでしょう。医師たちがなぜそのように感じるのか十分理解するために、血液と輸血が行われる理由について少し考えてみましょう。血液は非常に精巧にできた静脈と動脈という脈管を通って体内を循環します。動脈は酸素を含む血液を心臓から運び出し、やがて毛細血管に枝分かれします。毛細血管は酸素の豊富な赤血球を体の隅々にまで送り届けます。
栄養分や酸素は二酸化炭素や他の老廃物と細胞レベルで交換されます。酸素を放出した血液は静脈を通って心臓まで運ばれ、そこから肺に送り込まれます。肺では二酸化炭素が酸素と交換され、新たなサイクルが始まります。このサイクルは生命に不可欠です。酸素を運ぶ血液がないと細胞も体も死にます。失血がひどい場合、医師はすぐに2つのことを行わなければなりません。何よりもまず出血を止めます。ともかく止血が優先です。第二に、血管内の血液量を回復しなければなりません。患者の血液量が減りすぎるとどうなるのでしょうか。脳や臓器に血が回らず死ぬこともあります。血液の量と循環と酸素化の回復が必要です。血液量の減少を埋め合わせるために他の液体を静脈から注入する方法があります。さまざまなタイプの溶液があるので、必ずしも血液が必要なわけではありません。個人的な理由で輸血を避けるという選択をする患者が次第に多くなっています。手術の前の晩に患者と話して、できれば輸血を避けたいと思いますかと尋ねると、はいという答えが必ず返ってきます。おそらく今日、少なくとも8割の患者ができるなら輸血を避けたいと強く願っているでしょう。昔から輸血は手術につきものだと考えられていましたが、今ではむしろ避けるべきものとみなされています。輸血には実にさまざまな危険が伴います。血液によって媒介される病原体があり、エイズの恐れもあります。血液は生体から取られるので、病原体の検査をしても未知のものが潜んでいる可能性があります。私たちはエイズウイルスのような恐ろしい病気が登場するのを目の当たりにしてきました。次の病気が10週間後に現れるのか、10年後なのか、100年後なのか、誰にも分かりません。 C 型肝炎や B 型肝炎もあって、その社会的な損害は計り知れません。まれに輸血反応が生じることもありますが、非常に危険で命に関わります。血液型を間違えて患者が死んだこともあり、今でもそういうことがあります。この2000年代の初めに、輸血がある意味において本来の目的を果たしていないという点を知るのは非常に興味深いことだと思います。患者が手術後に抱えるいろんな問題は、不運でも手術の未熟さでもなく、輸血の合併症であるということを経験を通して確信するようになりました。こうした懸念があるため、多様な代替療法が開発されてきました。それらの治療法は多くのエホバの証人だけでなく、輸血を避けようとする他の人々にも受け入れられるものです。代替療法は4つの分野に分類できます。麻酔が関係しますし、ある種の物質を使うこともあります。もちろん外科技術も関係します。出血を抑える最善の方法は出血を避けることです。手術中に出血が少ないほど良い結果が得られ、問題も少なくなります。注意深い手術とは出血を避けることです。年齢に関わらず、新生児でも90代の人でも可能です。あまり血を失わずに手術をする人は大抵優秀で注意深い外科医と言えます。
大量の血を失う外科医はその逆でしょう。現在、出血を最小限にとどめるさまざまな医療機器があります。通常のメスの代わりに電気メスを使えます。出血が止まらない場合にはアルゴン光線凝固装置を使って凝固させるのが今のところ最善です。外科医は切開を最小限にとどめる侵襲性の少ない医療器具を用いて体内を見ることができます。薬剤を投与したり止血剤を局所に使用したりして出血を抑えられます。今ではいく種類かの方法がありますが、フィブリンのりはその一つです。フィブリンのりは血液分割から作られ凝固作用があります。フィブリン接着剤は組織を傷つけないので極めて有用です。エホバの証人の場合、出血はとにかく深刻な事態なので一滴の血も失わないよう細心の注意をすべきです。血液希釈や変血法の新しい手法を用いるなら手術が容易になりますし、宗教上の理由で輸血を拒む人たちにも受け入れられます。出血量を減らすために血液を希釈するという概念はそれほど難しいものではありません。まず基本的に患者の体に対して閉鎖回路を設けます。ついで血液を体外に迂回させ、患者につないだままの状態にして他の輸液で補充します。そうすると血液は希釈されるので、患者が失うのは元の濃い血液ではなく薄められた血液です。術中に出血があっても赤血球の損失は少なくて済みます。ちょうど1リットルの牛乳を水で薄めて10リットルにするのと似ています。元の牛乳はまだ入っていますが、それをこぼしたとしてもたくさんの水と少量の牛乳が失われるだけです。そして最後にその水を取り除くと元の牛乳が残ります。この病院では特に大量の出血が予想される患者に対してこの手法をよく使っています。エホバの証人だけでなく大量出血の伴う手術の場合、これは優れた標準医療になってきています。出血がひどい場合にはセルセーバーを使います。流れ出た血液を吸い取って、それを洗浄し処理し、フィルターを通して体に戻します。血液の回収は非常に重要な技術です。外科医が血液を失っても患者はそれを取り戻せるからです。ひどい出血の外傷患者には大抵セルセーバーを準備します。体そのものが血液を補充する機能を刺激する上で鍵となるのはエリスロポエチンというホルモンです。エリスロポエチンは体が作り出す物質です。いくつかの臓器のうち主に腎臓で作られていて、酸素を運ぶ赤血球が骨髄で産生されるよう助けます。血球が作られるのは主に胸骨、肋骨、脊椎、そして骨盤です。遺伝子組み換えエリスロポエチンは体がより多くの赤血球を作るようにします。患者が病院に長くいることが分かればエリスロポエチンを投与して徐々に血液の蓄えを増やせます。この方法は同種血輸血を減らす上で費用の節約にもなる効果的な方法だと思いますね。こうした輸血の代替療法全般について特に素晴らしい点は、そのほとんどが世界中の医師や病院が実行できるものだということです。現在内科および外科のほとんどどの専門分野にも無輸血治療を可能にする技術があります。代替療法も他の治療法と同じでリスクがないわけではありません。ですから患者は、とりわけエホバの証人の患者はどの治療についても
その長所と短所について十分に情報を得たいと願うでしょう。賢い患者となることです。これらの代替療法は輸血を望まない患者を診療する医師たちを助ける上でどれほど効果的でしょうか。レズリー・ラックスは小学校に通い始めた頃、脊柱が変形する進行性の疾患のあることが分かりました。医師たちはレズリーの症状が重度の側弯症であると診断しました。側弯症は脊柱が湾曲する病気なので、脊柱の柔軟性の範囲で矯正しなければなりません。矯正用の装具では問題が改善されなかったため、医師たちは大掛かりな外科的処置を進めました。基本的には患者の背中にいくつものステンレスのフックと金属棒を埋め込んで脊柱に力を加え、まっすぐにします。家族は全員輸血の伴わない手術を望んでいました。それで無輸血の医療技術を持つ外科チームを探しました。医師たちは手術の前にレズリーの血液の蓄えを増やすため、鉄剤とエリスロポエチンを投与しました。手術中は大量の出血を何としても避けなければなりませんでした。それを実現するために2つの方法を用いました。一つはセルセーバーと呼ばれるものです。もう一つは血液希釈という技術です。患者自身の血液を使う方法なので、より安全で、しかも血液は閉鎖回路内に保たれるので、汚染や血液の媒介する病気が入り込む余地はありません。手術は成功し、輸血は施されませんでした。数日のうちにレズリーは起きて歩けるようになりました。娘は嬉しそうに立ってみせては、お母さんのせいとほとんど変わらないわよって言うんです。レズリーは当分矯正用の装具が必要ですが、普通の生活を送れるようになると医師たちは確信しています。アイススケートとかスケートボードとか、できたらスノーボードもやってみたいわ。代替療法として新しい外科的手法を取り入れて、輸血を望まない患者の失血を抑えることもあります。75歳のドロシー・マクフィは腹部大動脈瘤を抱えていました。通常大掛かりな手術が必要な命に関わる病気です。この手の手術は普通腹部を開いて行います。胸の下あたりから下腹部にかけて縦に大きく切開します。腸管をすべて避けながら治療しなければなりません。入院期間は合併症がなければ 4,5 日から平均で1週間、それ以上のこともありますね。ドロシーはエホバの証人なので、医師たちは出血を最小限に抑える外科的手法を用いました。私たちが行ったのは血管内大動脈手術です。つまり動脈の中で治療をしたわけです。カテーテル、ワイヤー、その他の器具を動脈の中に差し込んで動脈瘤のあるところまで持っていきます。そしてレントゲン透視撮影を行って動脈瘤を観察します。ドロシーの外科医たちは網状のステントというものを挿入して大動脈を修復したため、大量出血の伴う大掛かりな切開手術は避けられました。ももの付け根の部分を小さく切開して、全ての操作をそこから行うので、事実上痛みも合併症もありません。大抵24時間で退院できます。誰もが満足です。すごくいい感じです。信じられないくらいです。ドロシーは手術の2日後に退院し、順調に回復することができました。ますます多くの医療提供者が
輸血を避けようとする患者の要望に応えて医療を提供するという課題に取り組んでいます。さまざまな医療技術が開発されているので、エホバの証人を特別扱いする必要はなくなりました。輸血を望まないことは知っていますし、その願いを尊重するための技術も存在します。輸血を避けるということは、医療処置全体から見ればごく小さな点です。それを認めても何ら問題はありません。残りの 99% の治療に専念すべきですね。ペニシリンに対してアレルギー反応を示す患者に似ているかもしれません。医師はまさか、ペニシリンがダメなら治療しませんとは言わないでしょう。代わりの治療法があります。別の抗生物質を使いましょうと言って治療を続けるはずです。患者の治療に対するこの新鮮な取り組みは、一般の人々にも大きな意味を持っています。エホバの証人に血を使えなかったので、いろんな状況下で血を使わなくて済む方法を学べました。結局方向性としては正しかったわけですね。患者にとって輸血の代替療法は明らかに安全で信頼できる優れた治療法なのです。この医療基準はまさにどの患者にも提供されるべきものですね。ここで話し合っている事柄はやがてあまり意味をなさなくなるでしょう。というのは、この先5年ないし10年のうちに無輸血治療は大いに普及して目新しいものではなくなるからです。エホバの証人はその宗教上の立場から、輸血に伴う危険のないより良い治療法を見出すよう医師たちを助けるという類まれな特権に預かることができました。私個人の経験から言いますと、証人たちのおかげで医学の方向が変わり、今ではしばしば血を用いない治療の方が優れた医療基準とみなされるようにまでなっているのです。世界各地ですでに10万人ほどの医師たちが、誰でも輸血を望まない患者に対しては無輸血の治療を施せるようになっています。多くの専門家は、無輸血の内科的および外科的治療は近い将来全ての患者のための標準的処置になると考えています。現在、医療のほとんどどの専門分野にも無輸血の治療を可能にする技術があります。輸血は一般的に見て敬遠される傾向にありますね。心臓外科医は普通血を使いたがるものですが、私は違います。患者が輸血を受けずに手術室を出てきた時には本当に誇りに思います。おそらく何年かするうちに輸血することなど考えなくてよい時代も来るでしょう。